はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールドライブ配信始めていこうと思います。明日から、会社によっては今日から仕事始めということで、いよいよ、ね、2024年も、正月休みを抜けて、昼休み、仕事の時期になってきたわけですが、初めて国際プロレスの1981年ニューイヤー、パイオニアシリーズもいよいよ最終回ということで、あと2日ですね、1月30日、1月31日の2日間なので、そんなに時間かからないと思うんで、ちょっと時間帯遅くなりましたが、やっていきたいと思います。まず1月30日は、茨城県常陸太田市、山浮公園、運動公園、市民体育館、ちょうど市民体育館ですね、老朽化で新しい体育館に建てられて、今解体工事がされてしまいましたが、旧体育館での、大会になります。ここで IWA 世界ヘビー級選手権としてチャンピオン、ラッシャー木村にチャレンジャーマイク・ジョージが挑戦いたします。3本勝負ですね。最後の3本勝負になるかもね。この IWA 世界ヘビー級選手権だとということで、早速やっていこうと思います。まずは、米村天心対風紀博道です。この配信はいつも通りツイッチで行っております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please。そして、アーカイブはいつもの通り YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価もお願いいたします。This Live アーカイブアップデート My YouTube チャンネル、YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please。そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。こちらのアカウントのフォローもぜひお願いいたします。リポスト、いいねもぜひお願いします。マイアカウントTwitterX マイアカウント Please follow and repost and good ボタン Please。 はい、ということでリングを国際プロレスにしてこんなのがある。試合順は第1試合だったら15分になるけど、第1試合ですね、15分一本勝負。はい、ということで乱入発生率低いでいきましょう。米村勉天心対サムソン冬樹になってますが、この時代は冬樹博道の、シングルマッチです。少しお待ちください。始めちゃおう。はい、これ女子懐かしのフジテレビ、全日本女子プロレス中継のBGM ですね。これを見てクラッシュとか悪役同盟とか思い出す方も多いんじゃないでしょうか。首4の字ですね。ストンピング。ボストンクラブ、ハーフボストンですね。お、腹固め。ボストンクラブで投げて。カバーに行きます。カウント2。またハーフボストン。首4の字。ブレーンバスター。飛びますかね。飛ばないか。サイドスープレックス。ここに振ってボディスラム、もう一回ボディスラム、バックの取り合いから丸め込む。プレマスター上がらない、逆に返す。さあ雰囲気場外へ、おっとしかし米村が場外でブレーンバスター、これはダメージが心配だ。さあこれアウトが場外戦が長引いている。ブレーンバスターどうだ、持ってこれるか、持ってきた米村。ギリギリまで待ってブレーンバスターを決めた米村がリングアウト勝ちを拾いました。はい、ということで、まあ前座の試合まだ2人とも前座だったわけ、フューキーなんかはデビューしたばっかりだったんですが、前座の試合はご覧の通りということで、次ですね、タッグマッチです、45分1本勝負かな。で寺西、これが日本勢で、外人勢がボブ・スイータン、ベン・アレキサンダーとなります。ちょっとね、やっぱりパソコンがやられちゃったんで心配だったんですが、発火までしましたからね。まあとはいえ炎症することなくパソコン内のケース内の火花で済んだんで幸いだったんですが、ちょっと怖かったですね。パーツ、電源と焦げ臭い匂いが電源とビデオカード化して、どっちが原因かわからない、両方かもしれんし、マザーもいかれてるかもしれないということで、ちょっと分からなかったんで、一応電源と、ビデオカードを買い直して、装着したんですけど、本当動くかどうか分からない。またなんか発火とかしなきゃいいなと思ったんですが、今無事起動してくれて復旧して、今のところそれが12月22日の朝にその発火が起こって、でそれからパーツをやってクリスマス挟んでたんで到着が遅れて、で仕事もあったんで、26日に届いて、仕事もあったんで28日に交換して、そこで動いて、様子を見ながらやって、まあ大丈夫だろうってことで起動できました。よかったです。まあ電源もグラフィックボードも同じ構成のものを買ったんでグレードアップはしてないんですが、まあ、その辺はやっぱりドライバーとか安定性を考えてっていう判断ですね。とにかく無事治ってよかったですし、深夜の昨日なんだシティーズスカイラインで深夜の背景垂れ流しもやったんですが、ちょっとやっぱり気になったんですが、無事夜を乗り切ってくれてよかったです。今後ともまあこのパソコンでやりつつ、ひょっとしたらまたノートパソコンとか買ったり、もう一台パソコンあって、そちらは初代全ライゼンなんですが、その辺を変えたりとかやると思いますので、ぜひ楽しみにしてください。ではアニマル浜口寺石勇組対ボブ・スイータン、ベン・アレキサンダーのタッグマッチです。そういえば音楽もいくつか増やしています。いいバトル用の音楽が見つかったんでいくつか増やしてます。いやフリーで本当にいい音源多いですね。特に動画動画サウンドオーディションっていうサイトですねはすごくいい音楽が揃ってますね。なんかもう配信者の人とか VTuber の人もみんなこれ使うことが多いですね。気になってるのが佐々木作っていう2次3次 VTuber が雑談の時使う音楽がすごいエモいんで、あれが何の曲かっていうのが知りたいんですが、ちょっとわからないんで知ってる方教えていただければなっていうところですね。2次3次はこの音楽のライバーはこの音楽使ってるよっていう有志のサイトなのかもあるんですが、ちょっとわからなく一致するようなサイトもなかったんで、その曲じゃないよっていう感じだったんで。なんでしょうね。教えてくれたら嬉しい。すごいいい曲なんで、別に鉄道バスとか、あとはウォーキングの動画もやってるんですけど。このやっぱり街歩きのところに起用したらすごくいいなとか思ってます。お、決めてますね。2.9。そして2を打つ。お、スワックブロー。さあ、浜口カバーに行く。カウント2。当たります。アレキサンダー。ブレーンバスター。まあ10分をもう経過して、そろそろダメージが高まっていく頃じゃないかなと思ってます。パイルドライバー、バックドロップ。さあ大技が出てきましたね。崩れ落ちるからダメージも深い。パンチ、スイーターン、さあ手足タッチ、おっと手足固めるがロープレイク。さあ丸め込んだ。ちょっと射出が遅れたか浜口、カットされてしまいます。おっと ダブルを攻撃、合体攻撃だ。連なってのラリアットかな。さあこれはおっと逆に固める。カウント2で浜口カット。手にあるのは手返しですよね。さあ浜口タッチ、アレキサンダーにタッチ、バックドロー。おっと両者ぶつかって両者ダウン。45分一本勝負となっております。おっとお腹を攻撃、あっと上がらない。アレキサンダー、そうそう選手作りたいですね。ブロッキングヘッドロック、あオクラホマスタンピード、これはカットです。バックドロップで、スイタにタッチ、スイタにタッチですね。スイタンと浜口、アトミックドロップ。アトミックドロップどっち来るかわからないですよ本当に。両方持ってるとやっぱり怖いですね。尾底骨割り、アトミックドロップ、それはジャイアント台風っていう梶原一騎原作の昔の漫画面白いですね。ジャンとババのアメリカ時代の活躍を中心に挙げたものなんですが、いやババは足が強いってずっと書いてますね。全盛期やっぱすごかったんだろうな。さあジャーマン3カウント、手配し決まりました。手配しがボブ・スイータンから、ジャーマン、鮮やかなジャーマンで3カウントを奪いました。さあいよいよ次はタイトルマッチです。なのでちょっと会場も入場のある会場に変えます。レフェリーもルーテイズにしましょう。で、60分3本勝負、等速でいきます。こちらの試合になります。なので、これ入れ替えます。入場があるんで、挑戦者の方を先に上げます。マイク・ジョージが先ってことですね。で、ラッシャー・木村が後。ということで、行ってみましょう。IWA 世界ヘビー級選手権チャンピオンラッシャー木村にチャレンジャーマイク・ジョージが挑戦いたします。61分3本勝負です。さあまずはチャレンジャーマイク・ジョージが入場です。タイムキーパーマイク・ジョージ、そしてラッシャー木村です。チャンピオンの威信、守ることができるでしょうか。国際のエースラッシャー木村、あ、音楽変えよう。音楽変えてる？変えてるような気はする。さあ等速で、進んでおります。3本勝負、ボディスラム場外へ、木村場外へ行きます。クレーンバスター、そしてスリーパーに移行です。マイク・ジョージ、おっと肩を、ショルダークローだ。ロープに振るがアトミック、ブルドッキングヘッドロックカバーに行きます。カート2、サイドバスター、ダブルアームスープレックス、カバーに行きます。カウント2、そしてバックドロップで返されるマイク・ジョージ、一進一退の攻防となっております。ダブルアームスープレックス、なかなか技の攻防を技で攻めますねマイク・ジョージ。裏を返せばまあ粗さが足りないとも言えるわけですが、おっとパンチ、おっとおっとショルダーバスターだ。カバーに行きます。レフェリーがルーテイズカウント2です。ラリアットカバーに行きます。 2.9 いいとこまで追い詰めてますね。さあマイク・ジョージのブレーンバスターが決まりました。パンチ、おっとちょっと出血してますね、額から。ラッシャー木村大丈夫か。ショルダーバスターから 2.9 危うし。ラッシャー木村おっとさあ振りまして、ラリアットは不発。逆にアトミックドープですね。さあこれアトミックドロップとブルドッキングヘッドロック。マイク・ジョージはアトミックドロップとバックドープを利用できるのが強みです。さあヘッドバット、もうこれ技じゃなくって気合いな感じですね。木村はショルダーバスターカバーに行きます。さあ大丈夫か。 2.9 返す。チャンピオンとして負けられない。ラッシャー木村ブレーンバスター。さあ流血しながらも蹴りで沈めていく。さあちょっとダメージが流血もあって深いのか。ラッシャー木村ヘッドバット、頭から出血しますがその頭でヘッドバットを決めていきます。ラッシャー木村恐ろしい。これがチャンピオン。ブドキングトーク荒削りでもその良さを生かしていきます。カバーに行きます。3カウント。ラッシャー木村が1本を先取いたしました。得意のブルドッキングヘッドロックから、背面式片指固めで13分13秒、ラッシャー木村1本先取となります。さあこのまま2本目ストレートでシーツ通り決めていきたいところ。まあ、シーツでは1本目はマイク・ジョージの反則負けだったわけですが、2本目は珍しい珍しいスモールパッケージホールドで勝ってますからね。ラッシャー木村にしては珍しく。さあ2本目、さあ後がないマイク・ジョージとコーナーポストからダブルチョップ、ダイビングのダブルチョップを決めました。そしてアトミックドロップだが木村がバックドロップ、頭から突き刺す、脳天から突き刺すバックドロップ。おこれはネックブリカードロップカバーに行きます。お3カウントだ。入ってしまった。渾身のネックブリーカードロップ。マイク・ジョージが1対1のタイに戻しました。ショルダーネックブリーカードロップっていうんだこれ。さあ3本目、決着の3本目です。さあどちらが制するのか。お、またショルダーネックブリーカードープ。おっと、カバーに行く。2.9、危ない。いきなりからラッシャー木村、ピンチでした。蹴りを打ちます。これダメージ多分残ってるんじゃないかな、ファイプロ。ロープからパンチ。荒っぽい。ラフ殺法に切り替えていきます。マイク・ジョージ。アトミック・ドロップ。ん？ジャンピング2ですね。さあ、これ攻め。ブルドッキング・ヘッドロック、ガッシャ・木村。マイク・ジョージが、ちょっと攻めペースだったんですが、木村が逆襲。バックドロップ、突き刺す。脳天に突き刺す。おっと、ショルダーバスターだ。カバーに行きます。さあ、木村返せるか。スリーカウント。木村。マイク・ジョージのショルダーバスターね。首を集中的に狙われまして、逆転でやられてしまいましたね。マイク・ジョージ強い。はい、続いて、最終日です。1月31日、神奈川県大和市にある、いすゞ大和社体体育館大会ですね。こちらが、このシリーズの最終戦ということになります。ルーテイズ杯予選 D ブロック敗者復活戦も行われます。これ木村は次の予選、次のシリーズも含めての勝率だから、なぜ敗者復活戦にいるのかわからないですね。外国人はこのシリーズだけなんだけ決勝進出が決まるわけですが、この辺がちょっと不思議なところではあります。まずはジムスターと大山勝三ですね。ジムスターって誰だ？ジムスターって確かマスクマン。ジムスター、インターン2世。で、それに大山勝三が、登場です。市民ホールに戻って、一本勝負、20分かな。30分かもな。まあ、20分かな。では、行きましょう。ジムスター G インターンことジムスター対大山勝三のシングルマッチです。さあ、この次がもうこのシリーズちょっと最後のお届けということで、ルーテイズ杯予選D ブロック、ラッシャー木村とボブスイーターの試合ということになります。ちなみに、ルーテイズ杯は両者リングアウトとか両者反則の場合は延長戦やって、決着をつける。20分、あらゆる引き分けかな20分1本勝負なんで、20分経って決着がつかない場合は延長戦を行うと、決着がつくまでやるということになります。逆さ押さえ込み、再度逆さ押さえ込み、カウントワン、ジムスター、ブレーンバスター、得意のブレーンバスターです。さあ、そこを決めます大山勝三。おっと、蹴りがバックドロップ、ブレーンバスターへ返します。さあ、ロープに振ってラリアットだ、カバーに行きます。カウントワン、丸め込む、カウントワン、マンハッタンドロップ、パンチ、じゃあパンチ、エルボー、パンチとエルボーの応酬、バックドロップ、なんだ、変形のバックドロップですね。ハーフボストンです。ボディスラムから、お、これはジャンピングパイルドライバーです。そしてハーフボストンへ、2を打ち込む、ブレーンバスター、おっと、勢い余って大山場外へ持ってきます。さあ、おっと、直行駅、あそこ駅、上がらない、リバースで返す、ラリアット、丸め込む、カウント2、ブレーンバスター、さあ、ヘッドバットです。サイドバスター、外に振ってキックを打つ、投げ捨てる、サイドバスター、おお、唾液合戦、ジムスターの勝利、エルボー打ち込む、さあ、ロープに振って、お、ブレーンバスターか、サイドバスター2を打って、ロープに打ってエルボーです。ブレーンバスター、バックドロープ、カバーに行きます。 2.9、 バックドロープ、エルボーです。ブレーンバスター、ドバットです。カバーに行きます。 2.9、リスラムトバットおっとパンチです。30分一本勝負だったはず、この試合は一進一退の攻防です。ゴツゴツした試合、場外出します。おっと一層取り出したジムスター、あっと椅子は決まらない、サイドバスターだ、カバーに行く、行かないな、エルボーです。さあそして自分で走ってボディアタック3カウント、大山が勝蔵がジムスターを破っております。超肉弾プレスらしい。はい、ではこの大会最後の試合です。テキストエディター画面、ラッシャー木村対ボブ・スイータンですね。のシングルマッチとなります。20分だな。はい、では行きましょう。ルーテイズ杯 D ブロック、ルーテイズ杯予選 D ブロック、ラッシャー木村対ボブ・スイータンのシングルマッチです。さあ久しぶりの国際プロレスシリーズですね。これが終わると次は3月シリーズ。東京12チャンネルレギュラー放送で言えば最後のシリーズということになります。このテレビを打ち切られたことで国際プロレスは一気に、もともと経営が悪かったのが致命的な状況になって、やがて崩壊へと追いやられてしまいます。エルボーです。カバーに行きます。プレーンバスターから。走ってますね。ロープに振ってコブラツイストです。ロープに振ってコブラツイスト。さあ腰を攻めようというのかラッシャー木村。ネックブリーカードロップ、そして首4の字です。首、おっとブロッキングへと首が結構決まってますね。カウント2パンチエルボー、おき2ですね。バックドロップ、バックドロップ、そしてジャンピングパイルドライバー、ネックブリーカードロップ、バックドロップ、大技連発しますナッシャー木村。さあリーグ戦っていうことでさ、敗者復活戦とはなってますが、まあこれ次のシリーズの通算勝率なんで、どちらにしても木村負けられない試合です。バックドロップ、それだけ大技を連発します。おっとレッグロック、パンチを打つ、そしてバックドロップ、高速ですね比較的。マンハッタンドロップと技を連発します。マンハッタンドロップ、ブレーンバスター、10分を警戒いたします。ジャンピングパイルドライバー、カバーに行きます。 2.9 ラリアット、カバーに行きます。3カウント、一発で決めましたラッシャー木村。ボブ・スイータンに、完勝です。はい、ということで、次が2月27日からのスーパーファイトシリーズが次のシリーズですね。12月27日から3月25日までの17カード、まだ結構空きが多い感じですよね。レイ・キャンディーがやってきますね。レイ・キャンディーはなかなかいい選手ですね。さらに IWA 世界タッグ選手権もやるエルコバールデとヘロデドス、レッドデビルこそビル・ホワイト、ルーク・グラハム、マイク・ボエヤッティがやってきますね。外国人スターレイキャンディってことになりますね。マイク・ジョージいい選手ですね。125だよな。ちょっとやってみよう。技が本当にいいし、荒っぽさも兼用できるんですよね。そこは強い。切り返しもうまいし。おーね、レッグロックもやるし。やはりいいとこはない。お、倒した。関節で攻めます。関節を防御だけはちょっと気になりますね。おっと、アームロックだ。レッグロック。巻き投げ一戦。また倒す。丸め込む。ドープキックはテイクドープキックは不発。さあこれ腕を取ります。サイドスープレックス。崩れ落ちる。バックドロップ。カバーに行くか行かない。関節ですね。腹固めでまた腕を攻めます。再度腕を攻める。ロープレイク。タックル。そしてラリアット。いや、避けてスリーパーに行きます。振ってパワースラムだ。2.9 なって、おっと力でねじ伏せられる。もう一回ロープに振るが、巻き投げ一戦。ちょっと腰を気にしてます。ドラスク。サイドクラッチですがロープレイクです。お、締めますね。そして関節攻撃。ロープレイク。お、サイドクラッチ。ドラゴンスクリュー。そして韓国固め。パンチ。さあロープレイク。ロープブレイクってなんだ。お、パンチで。そして足を攻めます。お、サイドクラッチ。あとワン。ボディスラム、キリオ崩れる。あと数落としだ。この1打がありますからね。さらに足を攻める。ドラゴンスクリュー、足攻めに特化してきたか。おっと、クルクヘッドシザーズ。だからロープブレイク。ドラゴンスクリュー。これは腕を攻めてんのかな。サイドクラッチだがロープブレイクです。ダブルチョープ。丸め込むがロープブレイク。ダブルアームスープレックス。さあロープからやって巻き投げパースラムです。カウント2。あとダブルアームスープレックスで迎撃されてしまった。数落とし、腰の数落としを固めます。カウント2。カウンターの数落としがありますからね。再度投げる。ロープに振って、お、なんだこれ、スイング式 DDT か。トラスクか、固める。3カウント、鮮やか。ホールを奪いまして、白百合が勝利です。5スタークラッチ。コルデロどうなるんだ。コルデロ戦はまあ30分でいいや。行ってみましょう。ダブルアームスープレックス。さあ細かくパンチキックを打っていきますコルデロ。あっと避けてしまう。そこ間接攻撃始まりましたね。コブラツイストだがロープウェイク。サイドスープレックス。ブレーンバスター。コルデをたまず場外へ。追っかけるか、追っかけないですね。ぶつかる。体格差ありますからね。お、なんだこのキック。サイドスープレックス。バックドロップ。エルボーを打つ。ダブルアームスープレックス。バックドロップ。サイドスープレックス。今のとこマイク上場押してますね。これはロープウェイク。おパンチを連打、そして足攻めです。ロープウェイク、またもダブルアームスープレックス。これがありますからね。反則です。おっと蹴りを打つ、そしてチョークスリーパー、バックスリーパーです。これが怖い。おっとショルダーネックブリーカーだ。 2.9。 巻き上げ、4点ポジションの膝。蹴りを崩れ落ちる。エルボー、今度は決まった。サイドスープレックス。カバーに行かないんだ。お、どうすんだ。キッチンシンク。おっとバックスリーパー、捕まってしまう。あ、決まってしまった。これ格闘技系強いな、このゲーム。もう一人ぐらい行きましょう。誰がいいんだろう。これ誰？ジャンヌトレジャーって。この辺プレイしてないんですよね。だって。よくわからないから。レッグブレーカー。どんな選手だっけ？マスク・ザ・ゼオとかちょっと面白そうなんで、ちょっと見てみましょう。これはうちが雇った選手、作ったオリジナル選手じゃないです。ワークショップかなんか拾ってきた選手です。ドロック。コブラツイスト。バックドロップ。おっとフェイスクラッシャー。サイドスープレックス。カバーに行きます。体格差がでかいな。だからダブルアームスープレックスも上がりません。スリーパーに行きます。おっとベアハックだ。パワーありますね。バークドロップ、あとラディアット、ラブラブスプレックス上がらないですね、徹底して。さあぶつかる、腕を攻撃しに行く、持ってきました。ん、サイドスプレックス、カバーに行きます。カウント2、ラリアット、ラリアット、力押しだ。まあ殴る蹴るしかないかな。ボディスラム、パワーボムだ。 2.9 危ない。ラリアット、ラリアットだ。力押し、もういいと一方的な展開になっている気もします。ボディスラム、パンチを打つ、ラリアット、パンチ、バックドロップ、ブドキングヘッドロック、パンチを打つ、そしてまたもパワーボール。さあこれ返せるか。 2.9 なんとか返した。さあおっと、強引に打つける。マイク・ジョージにチャンスあるのか。バックドープ、活路あるのか。バックドロップ、パワースラム、3カウント、あっさり焼いてしまいました。強い。このマスク・ザ・レオは本当に強いです。ちょっと今後要注意の選手になってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、国際プロレスの新春パイオニアシリーズもこれで終了となります。次回から次のシリーズ。スーパーファイトシリーズが行われます。そして、東京12チャンネルのレギュラー放送がここで終了してしまいます。いよいよ、国際プロレスも最後の方、このシリーズの途中で大山勝三再度引退してしまいますしね、独立連隊も当然開催になってしまうということで。まあ、レイキャンディにご注目っていう感じですかね。ということで、国際プロレス編、いよいよ1981年も3月、2月のシリーズ、2月末から3月のシリーズということに次回になっていきます。おそらくその次、そのシリーズの前に、選手のビルド編やると思いますので、そちらも見てください。どんな選手にするかは悩みどころですね。ある程度考えられるタイプの選手揃えてきた上に、基本やっぱりキャッチキャンでいいのかなが基本的な方針なんでね。しかも全日的なキャッチアズキャッチキャンなんで、いわゆるゴチスタイルじゃないキャッチアズキャッチキャンなんで、まあ小川義成とかそういうタイプの、攻め手ですね。それがベースでいろいろ味付けをするような感じなんで、空中技とか、パワーサポとか関節攻めとか、どういう選手が出来上がるかは、ぜひビルド編お楽しみに。まあ一度、まあスープレックスタイプの選手作ったことはあるけど、サーゲサルトっていうキャッチアズキャッチキャンの基本に立ち返った選手作ってもいいかもしれないですね。ということで派手な飛び技もなくっていう感じで、まあそのところはご期待ください。ということで、以上になります。Twitch で配信を行ってきました。Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。アーカイブは2日後、ですので、6日21時頃に、プレミア公開で YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価もお願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネル Premier Live Two Days After My YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタン Please、はい旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウント Pleaseフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ファイヤープロレスリングワールドライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。